岩手県陸前高田市で、震災の時、奇跡的に残った一本松をモチーフにしたグッズが明日から販売されます。地元観光名所の高田松原を復活させようと、避難所で暮らす住民自らが手作りしました。今はこの奇跡の一本松を残すのみとなった高田松原を自分たちの手で復興しようと、避難所で暮らす地元住民が立ち上がりました。陸前高田市の避難所、サンビレッジでは、 一本松プロジェクトを立ち上げた避難住民の女性およそ20人が支援物資などを活用して松の木のストラップやタオルマフラーなどを手作りで製作しています高田の復興とかねそういうのに少しでも役に立てればなんかいいかなっていうような感じで皆さんが応援してくれるのね少しでもが私らも頑張ってるところを見せないとね一本松グッズは明日からインターネット限定で販売され 売上金は高田松原の復興資金に充てられるということです。